一方、結界間によって今節残留が決まるザスパクサツ群馬、今節の J2 のビッグマッチを迎えております。左エンド群馬、右エンド熊本、今前半のキックオフです。今は左には竹本一人という形です。その竹本がサイドに張って幅を取っています。その竹本、竹本のクロス、高橋さん、見事なクロス、見事なヘッド、先制ロアッソ熊本、出場停止明け高橋俊樹、見事に結果を出してみせました。これぞエース。そうですね、右に坂野選手が取ってたんですね、まあ、人を管理するという意味ではちょっとやっぱり人が変わってるんでつきにくいところが、一瞬加藤選手がですね、はい、ちょっとちらっとそっちを気にした時に縦を抜くという、川原から坂本が飛び込んでいく、岡本ついていますが切り返してかました、そして坂本打つ、決まった、切り返しかけながら自分でやりきりました。坂本光輝、今シーズンの5ゴール目。ここですね、まあ、ワイドだけではなくてこの背後、そして切れ味鋭い切り返しドリブル、最後ちょっと面白い立ち位置を取っていて、あえてその密集に来た、セカンドボールは今度は細貝、入れていく、ヘッドきた、細貝選手ちょっとこう布石として、こう相手を意識させながらですね、でもボールはところでしたけど、はい、さあ左からの仕掛け、もう一度クロス入りますが、中でヘッド、後ろから飛び込んできました。さあが伺えますよね、はい、まあ、得意の縦突破からクロス、まあ、頂点に高橋選手を、はい、さらに杉山、竹本抜ける、折り返した、うん、平川、平川素晴らしいシュートを決めました。振り込んでいる間にここで平川選手ですよね、まあ、シュートも素晴らしいコース行きましたし、その手前の連携も抜群でした。ファーよりヘッド流れていきました、左足狙った、来た、流れてきたボール、そのまま左足、田辺圭介、はい、まあ、このクリアボールに対していいポジションを取っていた。そしてここで試合終了、熊本勝ち点3を積み上げました。